きるために必要なことをサポートできる皆様にとって、身近な僧侶でありたいと思っております。そうです、そうです、徳武将軍に皆さんご身体検定をご記念いたします。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、お待ちかねのハッピーエンド妙栄の恋愛術の、時間になりました。今日も皆さん元気に、いきましょう。はい、前回に今度は、前回続いて、はい、タッキー、はい、ひろりこさんにおいでいただきました、はい、ありがとうございます。皆さん覚えてますか？彼女はパーソナリティやってるんですよね、うん、で夢があって人を助けたいっていうことで、うん、介護のケア、介護ケア、寝たきりとか施設に行ってつまらないっていう人たちにお化粧してあげたり、うん、ネイルアートしてあげたりしてね、うん、そうなんです、うん、そうそうそう、喜んでいただいてます、ね、はい、うん、じゃあちょっと見せてもらっていいですか？もう一回。かわいいですよね。素晴らしい。そうそう。で今日はね、タッキーがなんか一人ね、二人で話すのはね、全然OKなんだよね。だけど一人語りがね、今度ね、一人語りなんですって。でその話題提供、ちょっとね、そんな、アドバイスも、ね、ちょっとさせていただいているので、欲しいです。やってみますかね、はい、うん、でタッキーはなんかそういうね、いろんな人を助けたいって、前回ちょっといろんなことを言ったんだけど、うん、やっぱりなんか人を助けたいとかね、そういうところに興味があるみたいなので、うん、そういう人に向けて、うん、番組提供で見てもらうにはどうしたらいいかって言ったら、うん、お友達、自分の、知り合いとかお友達に、うん、なんか介護でね、なんかどこも出らんないとかね、ちょっと疲れちゃったとか、うん、そういう人がいたら、うん、あと介護施設とかそういうところに勤めてるとか、うん、ケーマにやってるとか、うん、そういう人がいたら、この URL を送ってねって言って、うん、紹介してみてもらってっていうね、宣伝をまずすること。そうですね、うん、でそれアーカイブできるならね、うん、でそれとあと内容はどうするかって言ったら、うん、介護するね、さっきの方が詳しいと思うんだけど、いい、介護するとかね、うん、介護で疲れて今までおしゃれしたことなかった、うん、今やっとかね、でもまあちゃんと見とれてよかったっていう人もいらっしゃるし、うん、今現在そういう方もいると思うんです、うん、でももしそういう方々がいたら、うん、ちょっと自分の時間に、うん、ハッピーのね時間を提供したいと思うので、うん、私にいつまで連絡くださいっていうね、うん、そんな感じで、そして関東に、関東と関西だったら、うん、関西はだいたいここにいますで、関東に来るときは来月は何日頃なので、その時間にちょ、時間のね、日にちで、ご都合のある方があったら連絡くださいって、私出張しますよみたいな。すごい具体的でいいですね、そこまで考えてなかったです。あ、うん、そうそうそう、でそうじゃないといつ電話していいか分かんないもんね。確かに、うん、だったら関東だったら何日に都合のいい方は私はどこでも行きますよって言って、うん、確かに面白いですね、ね、うん、うん、で何ができるかっていうとねって言って、自分のネイルアート左右別にして、こういう感じもこういう感じもあるよって言って、見せてあげたりとか。そう、ラジオって難しいですよね。そうか、そうか、見せられないね、ここが見てるだからね、そうそう、うん、ネイルアートしたことない人、ぜひぜひやりますよって。値段とかそういうのは、値段が大体3500円ぐらいです。あ、確かに言ってあげた方がいいね、うん、3500円で、普通だと1万7000円とか2000円とか、もうね、高いのと3万ぐらいネイルアートってするんだけど、私は3500円で、幸せなね時間を提供したいと思うんですけど、それに興味がある方ぜひぜひって、さっきの元気分けてあげますみたいな。おお、すごい、うんうん、そのままそれ喋りたいですあったなあ、そうだね、そう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 、だったら元気になるじゃん、みんなの元気になって。確かにね、うん、でそんで実はねって、私は過去にこういうことがあって、ここの施設にいた時にこんなことがあって、それで感動してこういう仕事しようと思ったんですよねっていうこととか、
で、あの自分はこういうことを配信することで、で皆さんとこんな世界作ってきたないなとかね、そんなことを盛り込みながら、お話ししていくといいと思うんですよね。そうですね。そうそう。いや結構原稿ってもう30分とか喋られるってなると、完全に書いた方がいいんですかね。私全部アドリブなんだけどみたいな、もう来た時しゃべろみたいな、そんな感じ。30分の原稿って結構な数ですよね。そんでね、あのね、これ言っていたっき、あのね、声って結構伝わっちゃうのよ。読んでると読んでるな、余計をつけて、例えばね、こうなんですよね、でもね、こうこうこうで、私ってこうするんですけど、とかって言うと、もう暗いし、舌の人が喉が詰まるし、確かに、そう、なので、原稿なしでしゃべる。で、自分で話す内容を、これにしようって、最初に挨拶、で、これ、最初に、あの、なんかこういうね、ことがあって、タッキーはこんなことやってますを紹介しよう。で、そのプロットで、あの、私の仕事はネイルだと何がやるって、過去にやったのはこんなことっていうのを箇条書きにして、で、それで、あの、話していく。で、自分がこれはこのキーワードを、だから、この話を肉付けを自分でこういうのを大体、これで何分ぐらいだから、こんな感じでいいなとか。なるほど、ね。で、間違ってもいいの。まあ、誰も知らないから。そう。これ話そうと思ったけど、台本と違うなと思って、この話からそれちゃうときあるからさ、あ、この話、あ、ごめんごめん、なんかね、ここからね、本当はこの次はこの話だったんだけど、飛んじゃったーみたいな、そんなこと言いながら、で、話はこんだけど、話戻すねーとかって言って、で、そのプロットを見ながら、なるほどね、プロットのね、項目を見ながら、で、次にね、私ね、次にね、実は今日ね、アンチョコ持ってんだ、みたいなことを言いながらでもね、で次なんかなって見てもいい皆さん、とか言って、顔見えないけどきっといいよねとかって言いながら、独り言言いながら、どんどん進めていく、みたいな。面白い。できるかな、やってみます。できる、できる。で、そしたら、それで自分でね、で、そして私は、これね、みんなにね、拡散してほしいんですよね、って、私も自分でね、人海戦術で自分でも拡散するけど、これもし、聞いてくれて、応援したいなって思ってくれる人がいたら、周りにケアマネやってたり、そういう人たちとか、それからご近所のお友達とか自分のお友達で、なんかもう本当に家族で疲れてるなっていうお友達がいたら、元気つけてあげたいと思ったら、3500円でお友達にプレゼント私をしてくださいみたいな。なるほど。もうちょっとなんか降ってきました。降ってきた。しゃあ、いいね。いけるような気がします。そう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 。よかったよかった。そうですね。で、タッキーが楽しそうに話をしたら、声って乗るので、楽しそうだったり明るくないと、やっぱり聞いてる人が疲れちゃうね。そうですね。そう。それはラジオめっちゃ聞くんです。今勉強したいから。中で J-Wave も聞くし、夢の谷さんのその他の方が喋ってる。全然やっぱりね、違いますもんね。プロの方はすごい。そう。でもね、私ね、たまに思う。前ね、私はね、インタイフェンも好きだったりとか、あれなんだけど、ちょっとね、女性のパーソナリティ確かにね、つないでて上手なんだけど、話してる内容とか、声のトーンで、ちょっと飽きちゃうなとか、やっぱりそういうのあるよね。ありそう。わかりますね。だからタッキーが声を届けるとしたら、やっぱり自分で録音してみて、で録音したの聞いて、声のトーンの高さだとか、話し方とかリズムとかをちょっとね聞いてた、これちょっとちょっと暗いなとかね、だからそういうのあるかもね。最近やっと自分の声を聞けるようになりました。あ、ラジオも聞いてくださいって言ってもらうので、それもあるし、そうなんだね。そんなこと言う私がさ、全然やってないって、どんなことみたいな。早口、やめなさいとか言ってんのに。早口だよねー。みたいな。ごめんね。聞きたかったらごめんなさいって感じなんだけど。確かにそうですね。私ね、こうやって話すんだけど、実は留守電ってあるじゃん、最近留守電もあんまりもうメッセージに切り替えてやらないんだけど、もうこの LINE とかやってない時は留守電に入れるしかないから留守電に入れるんだよね。そうすると、もしもし、ちかですって言って、やって、で必ずね聞くの。そうすると超生意気、この上から目線の声とか言うから何みたいな、もう一回やり直し、でもちょっとじゃあちょっと可愛くしよう、
もしもし、ちかですみたいな、これちょっとかわいすぎだなとかねもう一回、そんなことやって、知ってるあれ、留守電をね、1、0で再生、やり直し再生な1、2、1、2とかってやっていくと、これずっと1列になると字が小さくなって2段になるんだよねで気がつくと10分ぐらいやり直せるんだよねたった10秒もないもの、でも、でも私ね、やっぱり聞いた時に誰かの留守電聞いた時に気分が悪くなった時やって、ああこうやって大事と思って留守電の出す時はもう必ず聞き直しをして、あの吹き込みの自分が聞いて、あこれだったらいっけっていうところで、あでもそれ大事かもしれないですね、そうそうそう、タッキーだったら、でも今の声ね、やっぱりタッキーの声明るいし、いけると思うな。いけますかね。いけるいける。応援してるから。ありがとうございます。また出てね。はい、またお願いします。なんか時間あっという間だよね。もうね、おしまい。しっかりベルバレちゃうとごめんね、みたいな感じがして。今日はもういっぱい学ぼうと思ってきましたんで。ありがとう。今日もありがとうございました。皆さんも、なんかちょっとこんなことも勉強になってくれたら嬉しいなと思って。ではまた、次回楽しみにしてください。ではねー。